こんにちは、チェロ奏者の中原絹枝です。今回はリクエストにお答えしてポジション移動と威厳の注意点のまとめという話をしたいと思います。ポジション移動の鉄則2つあります。1つは弦を滑らせて取りに行く、弦を離さないということですね。これをこういうふうに離して取りに行かないということです。もう1つは音程を取ってから弾く、取ってから弾く、この間もずっと弾いちゃうってことじゃなくて、取ってから弾く、取ってから弾く、これがこの2つが、ポジション移動の鉄則ですよ。左手が音程を取ってから弾くためには弓を止めて練習しますよ。止めて、この時大事なのは左手が取ったぞ弾くぞ、取ったぞ弾くぞ、これも意識が大事ですよ。これをつなげればで綺麗に弾けるようになりますのでね。次に威厳の注意点のポイントなんですが、1弦またぐもしくは2弦またぐ大きい威厳の時は1で高さを準備してあげるってことが大事ですね。準備して準備して、この段階的な準備が大切ですね。あるいはこんなスラの中での隣の弦への威厳ですね。これは瞬間的にっていうのが入ってるんですけども、肘の高さは両方の弦の高さ、そして手首で動かす。いかがでしたでしょうか。今回はリクエストにお答えしてポジション移動と威厳の注意点のまとめの話をしてまいりました。それではまた別の動画でお会いできたらと思います。ありがとうございました。